江ノ島すごい話。江ノ島すごい話。私が初めてね、自分で自転車で江ノ島に行ったのは、もう5年ぐらい前だと、5、6年ぐらい前だと思うんですね。で、自転車に乗り始めた初期でですね、まあ、海まで行ってたよくね。で、海まで行って江ノ島があるのは、まあ見えてたんだけども、まあ行ってなかったと。で、1回ぐらい行っとこうかなと思って。うん。で、橋みたいなとこ渡って、自転車でね。それで、行ったらですね、なんか正面が、なんかちょっとご飯屋さんとかたくさんあって、人がいて混んでるんですよね、すごく。観光客ね。で、私、自転車で来ちゃってるし、もちろん押してね、行ってるんだけど、あんま止めるとこもなさそうだから、ちょっと、人がいない方、いない方、つまり、左側へね、行ってたら、まあ、東側なんですかね、あれね。そしたら、ちょっと人が、少なくなっていて。で、駐輪場とかね、探して、まあ、置けるようなとこあって。で、なんかね、灯台みたいなんですよ、灯台。うん。で、そこにですね、まあ、ちょっと黄昏れてたんですね、そこで。で、そこはね、多分釣りとかできるのかなと思うんだけど、人はほとんどいなくて。私の他に一人ぐらい、あとね。で、まあ、昼間のね、エアポケット的に、空いた時間帯だと思うんだけど、そこで黄昏れてたわけね。で、写真とか撮って。それで、そこはね、なんか、足つぼマッサージができるようなゾーンがあって、つまり、裸足で歩くと、この小石みたいなのが埋めてあって、で、そこを歩くと、なんか、足つぼにね、刺激があっていいみたいな。で、私も裸足にはならなかったですけども、靴のままだとね、足つぼは感じられないから、靴下でそこを歩いて、いていてみたいな感じでって。っていう拷問ゾーンだな、みたいな感じで。体重が重ければ重いほど自重でね、痛みが増すみたいな、そういう拷問ゾーンだな、みたいな感じで。で、ちょっと健康になってですね、それで、帰ったと。そういうのがね、初めての江ノ島だったね。で、まあ、江ノ島ってこんなもんかなと。うん。なんか足つぼのゾーンがあってね、灯台があって、黄昏れポイントがあって、みたいな感じで。で、まあ、正面にご飯屋さんはたくさんあったけど、まあね、そこまでじゃないな、みたいな感じで。まあ、こんなもんだな、みたいな感じで。それからね、5、6年経って、つい昨日ですね、昨日、2022年の9月頃ですけどね、現在ね。昨日ね、思い立って、今日なら行けると思って、行ったんですね、江ノ島にね。なんでかっていうと、江ノ島っていうのは神社がね、ある。それから、上の方にね、サミュエル・コッキングなんとかっていうね、まあ、庭園なんですかね、よくわかんないけど、一応そういう施設があって、有名な。塔みたいなのもあって、で、そこ行ってないと思って。はい。で、5、6年前行った時に、江ノ島こんなもんだな、みたいな感じで、思ってたのに、思ってたんですけども、まあ、神社も行かず、それから、そういうね、サミュエル・コッキングなんとかって有名な場所も行かず、それで江ノ島をね、人に語るのはダメだろうと。でも行った上で、よかったよとかね、うん、また行きたいとか、語ればね、いいわけだから。それで行ったんですよね。で、自転車で行ったら、もう開始30分でパンクしちゃいましたよ、パンク。ていうか、家出るときにね、もうすでにパンクしたよね。で、それ見ないふりして空気入れて、多分空気抜けだろうと思って。で、行ったらもう30分でパンクしたことが完全に判明して、入れても入れても空気が抜けるっていうね。でしょうがないから、で、江ノ島行きたいからね。それで、パンク緊急修理剤みたいなプシュッと入れて、で、なんとか1日持たせようと思ってね、行ったわけね。で、ついてですね、もう結構時間がロスしちゃってて、パンクがあったからね。それで、途中寄ってですね、いろいろ買い物とかもしてたんで、結構、まあ、ロスしちゃったね。つまり、最初はね、この時間で行くぞって計画立ててね、行ったんだけど、パンクがあったんで、もうすでに30分ぐらいロスしてやからね、これよりロスしてもあんま変わらないから、計画崩れたことは変わらないから、途中で無駄な買い物とかして、ちょっと休んだりして。で、だいぶね、遅れて行ったんですね。と言ってもですね、まだまだ昼前とかね。うん、そんなもんですよ。それで行ってですね、強引に、まあ、行ってですね、で、橋渡って。
で、橋のとこにもですね、駐輪場あるんですよね。ちっちゃい駐輪場。っていうか、駐輪スペースか。だからそこ止めとけばよかったんだけども、だからやっぱり、この自転車にも江ノ島を見せてやりたいみたいなね。渡らせてやりたいみたいな、そういうのがあって、で、行きました。で、行ってね、もう自転車の無料駐輪場があるかどうかがね、これがね、一大重要事項なのね。自転車の、私いいとこ行って、自転車の無料駐輪場があるかどうか、どこにあるのか。それがね、最も人生の中で一番重要なことであって、それ以外のことはね、取るに足らないことなんですよ、人生の中でね。だから、この自転車で初めてのとこ行って、知らないとこ行って、無料駐輪場があるのかどうか、どこにあるのかどうか、これがね、調べきれてないで行くとね、大変なことになるわけね。私、下調べしててね、この辺にあるだろうみたいな。でも、ネット情報なんでね、最近のあれは分かんないし、デマもありますからね。行ったらありましたよ。すぐ目について。正面ご飯屋さんたくさんあって、で、左の方行く。東の方ですね、これね。行ったらね、すぐね、もう、あって。で、そこはね、屋根付きじゃないんだけども、一応ですね、日差しが避けられるような、樹木みたいなのが生えてて、そこ止めて、公園みたいになって止めてですね。で、今回は、東大の方行かないで、足つぼマッサージゾーン行かないで、ご飯屋さんの方へね、行きました。で、ご飯屋さん結構混んでてですね、で、生しらす、生しらすのね、連打で。で、中央付近に、参道みたいなのがあって、神社に登っていけるようなとこがあって、そこもね、お土産屋さんとかたくさんあって、すぐわかりますよ。もうほとんど一本道と言っても過言ではないような。だから迷うこともないからね。あ、簡単だなと思って、帰りも迷わないだろうと思って、行ったわけ。それでね、行って、もちろんお土産さんとかたくさんあるんだけど、階段がバーってありましてね。何十段だかわかんないけど、神社はそうじゃ、大体ね。神社は階段ありますよね。で、階段登ってて。それでね、もう心臓がドキドキしちゃってて。結構暑いのもあったし、暑いって言ってもね、めちゃくちゃ暑いわけじゃないですよ。夏のね、本当にカンカン照りの暑い時じゃなくて、ちょっと涼しくなり始めてる時を狙って行ってたんで、湿度もそこまで高くないし、汗かけば涼しくなるっていう感じだったんで、でもね、急に階段上がったんで、もう心臓ドキドキしてて、あ、このままやばいかもしれないと。でもね、ここまで来て、ね、退散するわけいかないんで、行ってて、で、外国人のね、観光客の人とかも結構いて、でね、外国人はね、階段ひょうひょう登ってくるんですよ。若いからなのかわかんないけど、なんかね、人種的なね、体の強さなのかわかんないけど、めちゃめちゃね、階段登ってくわけ。で、日本人だって神社の階段何回も他のとこ登ってますよ。我々なんかね。で、先に何があるかわかんないですよね、初めて来た人は。まだ階段あるかもしれないし。だから不安なわけですよ。どの程度の運動強度かわからないし。で、階段の勾配がね、上の方どうなってるかわかんないから、もう恐る恐る行くんだけど、なんか外国人観光客はね、男性でしたけど、もうひょいひょい登ってて、なんか体強いな、みたいな感じで。これってナチュラルに強いのかしら、みたいなね。な感じで。で、負けじとね、登ってたんですけども、そしたらね、なんか上の方にですね、ちょっと竜宮城みたいな、竜宮城みたいな、白物家電みたいな、白いね、丸い、滑らかな、なんか、建物があって、建物というか、飾りというか建物だよ。それで、なんか、仏がね、中いて、見れると、外からね。で、なんかこう、やっぱ竜宮城テイストなのね。確かね、片瀬江ノ島駅かなんかが、最近改築して、竜宮城テイストみたいになってて、それに似てますね。逆に言うと、片瀬江ノ島駅が寄せてきてるんだと思うよね。仏さんにね。それでね、ああと思って、ちょっと他の神社とテイスト違うな、みたいな感じで。で、さらに登っていくと、普通の神社というか、普通の神社って言ってもね、ちょっとね、派手な神社。赤とかね、原色を使っていたりとか、
まあ派手な神社、古い神社じゃないですよ、まあまあ派手な。でお土産屋とかね、お土産って、まあ、おみくじとかもしっかりしてて、まあ、観光客が喜びそうな神社になってて、でそこも抜けてですね、で、ちょっとここでルートをね間違えてまた戻るとかやったんだけど、まあそんなロスはしてなくて、でサメールコッキングなんとかっていうのを目指して、ね、行ったんですけど、そっから先がね結構上り階段の連続でですね、登っては平地、登っては平地みたいな感じで、でまあお土産屋もたまにはあったんですかね、うん、で途中でねエスカーっていうね、エスカーっていう施設があって、なんかエスカレーターで登っていけますよっていう、お金取るんだけどね、有料なんだけど、多分2、300円で行けると思うんだけど、あのエスカーってあって、あこれ登ったらね、あの足使わないで登れるから楽と思って、ちょっと誘惑に駆られたんだけど、でもねその人に話すにしても、エスカー乗ったって話にしても、どの程度エスカーによって楽になるのか比較できないですよね。まだあの最初だから。だから最初は足で登ると、で2回目にエスカーで登る、そしたらどの程度楽だったのかね、比較できるから。だから最初登ったんですよ。で、あそうか、エスカーのチケット買えば登りより自由だなみたいな感じで思ってたら、登りしかないね、エスカーはね。あ、登りだけなんだと思って。でもエスカーのね切符を最初に買えば、あの一日中遊べるな、つまり登ってエスカーに登って下ってきて、歩いて下ってまた登って下ってきてみたいな。やらないですけど、小学生とかやりそうだから。しかも物を運ぶときにいいですよね、上の方に物を運びたいとかいいですよね。だからエスカーの切符買ったら一日登り放題だなみたいな感じで思ったんだけど、切符のモギリの人がいてね、モギリの人がいて、つまり定期券のようには使えないと、もう一回行ったらもうもぎっちゃうからなくなっちゃうからね。あ、なるほどと、一回使ってきりなんだなみたいな感じで思ってて、で途中でねまたエスカー切れて、またエスカーが始まってるわけね。あれと思って、これ途中でも乗れるんですよね、多分途中でも切符買えると思うよね。でだんだんね、あのあってことは、あの最初で切符買った方がお得ですよねと、途中でね切符買ったらそれまで登ってなかったのに損だなと、エスカー乗るなら最初に切符バシッと買った方がいいなみたいな感じで思ってたんだけど、料金がだんだん下がるんですよね、上の方に行くに従って。電車と一緒、移動距離が短ければ料金も安いっていう、あ、なるほどと、合理的だなと、うん、で料金安く半額ぐらいになってるから、ここらでエスカー乗っちゃおうかなみたいな人もいるから、うん、疲れたからねっていう人も当てもあって、途中で切符買えるようになったんですかね、あれはね、詳しく見てないですけども。それで登ってて、サミュエルコッキングなんとかっていうのがね行って、でまあそこはそんなにね、あの見るものはないですね。有料でなんか入れるのかもしれないけど、まあ有料無料ならね、そこまで見るもなくて、で帰ってきて、で下ってきて、で階段下るわけね、ずっとね。それでね、江ノ島の橋を渡って、で帰ることになったんですけども、やっぱりね神社の方ねいいですよ、江ノ島は。うん。で、ちょっとね高級なねホテルみたいな、ちょっと高級なレストランみたいなのもあって。もうふんだんに課金する人はそこでご飯でゆっくり食べれますよみたいなとこですね。だけどまあちょっと行ってパッとご飯食べるぐらいだったら、あ、その正面口のね、あの庶民的な、そうですね、漁師居酒屋みたいなテイストの、はい、漁師町みたいなねテイストのお店、うん、がいいんじゃないですかね。うん。でね、自転車で帰ってたわけ。で、自転車で帰り始めたら、ああ、またパンクですよ。うん。あの、パンク修理剤入れてね、直したんだけど、なんかまた空気抜けてるわけだね。パンク修理剤が効いてないですよね。普通ね、パンク修理剤入れたら1日ぐらいはね、
乗れるわけ、10時間ぐらいね乗っても全然大丈夫なわけ、ね、普通はね。だけどその時はね本当に、本当にそうですね、 3,4 時間でまた空気が抜き始めるっていう。で私もパンク修理剤何度も使ってますから、その使い方については、間違ってないわけね。でもなんか空気抜けてきてておかしいと思って、でまだ原因調べてませんけど、これはタイヤのね中のチューブが、タイヤはね新品同様だったんで新しいから大丈夫なんだけど、タイヤの中のチューブが派手に裂けてる、で修理剤で修理できないほど裂けちゃってるね。その可能性が高いなと思ってで書いてたんですけど、やっぱりガタガタして、乗りづらいし、で押してたのね。押してたらですね、なんかね右足の太ももがめちゃくちゃ痛くなって、はい、でなんか普通にね筋肉が痛いとかじゃなくて、筋肉の芯の部分、骨の部分ね、それが痛くなってきて、骨が痛いなんてあり得るのかなと思って、で怖いと思ってね、で骨の病気かみたいな感じで、よくある骨肉腫とかありますよね、骨のがんとかね、骨のがんかなみたいな感じで、で怖いと思ってね。で疲れ方はねそこまで疲れてないんですよ。押してね、自転車押してずっとだらだら帰ってんだけども、自転車押しても帰れるぐらい、まあ疲れ方、疲労感は、ね、そこまでないわけで、右足の太ももがねめちゃくちゃ痛くて、で恐怖感で怖いと思って、痛いみたいな感じでね、でも押さないで 押して帰るしかないみたいな、うん、で普段と痛いとこ違いますからこれで、怖いと思ってね。で唯一の救いはね何かっていうと、まず自転車押して長距離歩きますよね、と普段やらない動きしてるわけ、そんなとこ使わないから、筋肉使わないからね、だから普段やらない動きによって太ももの中心部分が、芯の部分が痛くなってると、はい、それからもう一つ、左足のね太ももちょっと痛いですね、同じような痛みで、ね、太ももの芯がちょっと痛くなるような、だけどまあ痛みまではいかないね、ちょっとした違和感というか、うん、感覚ね。でそれが右足ではもう激痛になってるわけね。だから左右とも同じような系統の痛みが走ってるわけね、右足が重いと。でこれ右足っていうのは、あの自転車の左側に押してずっと押してますから、左側に降りて歩いて押してますから、右足にすごい負担がかかるわけね。で右足をペダルにぶつけちゃいけないっていうのがあるから、すごい体が斜めになってると、もうほとんど右足一本に体重かけて歩いてるみたいなね、その変な歩き方で行っててですね、何時間も歩くわけだから、歩くわけだから、でどのぐらい痛いかどうか、痛いかっていうのはね、言葉ではね説明しづらいんだけど、痛くて痛くてね、途中でねベンチに座ってしまう、公園のベンチに座ってしまうぐらい痛かったです。普通私そういうことやらないですよね。10時間以上走ってね、疲労感ピークでベンチに座るってことはあるかもしれない、でもほとんどそれもやらないですね。つまり、ちょっと体が痛いとかね、それだけでベンチに座るってことはまあねちょっとありえないことなんですね。それぐらい痛いわけ、うん、で疲労感の場合はベンチ座ってたらちょっと疲労がね軽くなるとあり得るんですね。だから意味あるんだけど、痛みの場合はベンチ座ったって痛みが減るわけじゃないから、で帰るのが遅くなるだけだからね。だからそれ意味ないことをやってしまってるんですね。だからそれぐらいねもう我慢できないぐらい痛くて、それでねこれ帰っても痛みが効かなかったらどうしようとかね、そういうのが駆け巡ってですね、でさあ5分ぐらい休んだから行こうと思ったら、だから痛み消えてるわけ、あれと思って、ベンチで座ってただけなのに痛み消えてと思って、でまた30分ぐらいすると痛みが出てくるみたいなね、その繰り返しで帰りましたね。もう家帰ってねちょっとね寝たらね、もうほとんど太ももの痛みなくなってて、次の日はもう完全に、太もも痛みなくなってて、もちろん体自体はねすごい疲れてますよ、だけどまあ体が重いだけで痛みとかはねなくなってました。まあ、今回ね江ノ島行きましたけど、まあ、主なねところは全部行ったので、で地理もね完全に頭入ってるんで、
まあ、これで大丈夫だろうと。これ人にね、話すときも、どこに駐輪場があるとか、こういうの自分で体験して探して行ってますから、これは忘れることがないんですよね。もう、多分一生覚えてると思いますね。江ノ島の地理はね。はい。地図で探しただけじゃないから、自分でね、行ってますからね。だから思い出せばすぐ思い出し、もう一回行けば完全に思い出しますからね。うん。で、よくね、2、3年後にまた行ったりするんですよね。同じところね。で、あれこれ、前なかったよなとかね。そういうのも思い出しますから。はい。そんなわけで、2回目のね、江ノ島に行った話でした。